はい。じゃあ、龍が如く7続きをやっていきたいと思います。今からここのパブアテンシ行きたいと思います。知らない人も、知らない子も映ってるね。邪魔だね、ここ行きましょう。ここだな、アテンシってのは。ニックもここにいるはずだ。あら。ねえ、来たわよ、ニック。あんたのお友達でしょ？はい、一番。おう、いろいろとありがとね。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ、教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい、ブラフ張ったりさえ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂きに参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。で、どうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこねえ。でも出てこねえじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。カズカ、ここはやべえ。ね、全員ここ出るんだ。確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ？青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな？今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか寂しいじゃんよ。本当にね。ただし青木や天道はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まず優たちを消しにかかってくるだろうね。この先優たちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手にはこと欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてえと思ってたとこだぜ。ほんで、要するに荒川組の事務所を家探しせとはそうおっしゃるんで？そうだ。はあ、でもそれそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか？すんまへんな。わしゃ、沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけど、
やっぱり生きとったんですな、春日は。まあ、頼まれた通り矢探しもします。でも、春日の弾もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ、天道。わきまえてます。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何か、てめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り、俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生。なんだ。いずれあんたがわしらなしではおられんようにしてみせますわ。しかし、神室町ってのはギラギラしてんな。眠らない町とか言われてんのも納得だ。慣れない町な上に敵もゴロゴロいるし、明日までどうする？心配すんな。俺の刑事友達に安全な場所を用意してもらってる。本当？足立さんナイス。で、それってどこ？天下一通りにあるニューセレナって店だそうだ。さあ、行ってみようぜ。ニューセレナね。いつものとこだよね。龍が如くシリーズにしては。行きましょう。はい、行きました。おう、まこっちゃん。ちょっと見ねえうちに老けたな。伊達さんか。お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。 ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。おはよう一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区。もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ面白半分に入れるやつもいるだろう。ふん、違いねえ。なあ一番な。俺らはいつでも構わねえぞ。
カムロ町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな、入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。なんだい？時間帯の切り替え、サバイバーは2階の押し入れにアクセスすることで昼と夜を切り替えることができますと。横浜には昼夜いずれかしか起こらないイベントも存在するので、切り替えて街を探索し尽くしましょう。最後の準備。ああ、もうこれで最後ってことだね。じゃあね、いろいろサブストーリーとかやり残しないかいって言ってくれたね。なるほど。じゃあちょっと一回飛ばしますね。お？そうですか。ダメですか。ああ、わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。はい、それでは。また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。クズ社会の負け犬。よう、怒り。え、うわー、春日君、もしかして今の聞いていたのかい。今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか。めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃないか。困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんに怒りさん、仲良く何を話してるんですか。おお、今怒りが落ち込んでたから励まそうと。春日君、ビークワイエット、シャーラップ。なんでもないんです、宮越さん。なんでもないから、マジで本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ、さて春日君、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おい、さあ行くよ春日君。レディーステディーゴー。ん、はあ、危ないところだった。会社落ちまくってるなんて宮越さんに知られたら僕はもう終わりだよ。そんなにうまくいってねえのか。ああ、ここだけの話、もう99社も落ちてる。次落ちたら100社目だ。え、そんなにかよ。お前なんて資格も持ってるし、頭もいいし、簡単に受かると思ってたぜ。書類を通って面接までは行くんだけどね。面接でうまく自分をアピールすることができないんだよ。自分に自信がないのが透けて見えてるんだろうな。自信がない？お前はいつも自信満々に見えたが。いや、そんなの上っ面だよ。資格をこんなにたくさん取ってるのも自分に自信がないからさ。資格を取ることで何もない自分を着飾って虚勢を張っているんだ。僕から資格を取ったら本当に何もない人間なんだよ。そんなことねえよ。お前は頑張ってるし、俺みたいにバカにいろいろ教えてくれるいいやつだって。だから、そんな悲しいこと言うなよ。な？春日くん。ああ。よ、猪狩くんじゃねえか。え？久しぶりだな。相変わらずまだ就活してんのか？へへへ。誰だこいつら。僕の同級生たちです。就活に成功して今は大手企業の社員です。そう、お前うちの会社が第一志望だったのに残念だったよな。世知辛い世の中だよ。お前みたいに必死で勉強して資格取ったやつが未だに無職のプータローで、俺みたいに要領いいだけのやつがエリートになっちまうんだからさ。そうだ、なんなら俺がうちの会社にお前を入れてくれるように掛け合ってやろうか。友達のよしみでよ。そうだな、お前に紹介できる仕事か。そうだ、
便所で俺の尻を拭く係なんてどうだ。真面目なお前ならきっと綺麗に拭いてくれるだろうし、適任だろ。そりゃいい。それならうちの会社にも紹介してやるよ。俺の尻も拭いてくれ。余計なお世話だよ。なんだてめえ。せっかくこっちが気使ってやってんだろうが。お前のそういうところがムカつくんだよ。ちょっと勉強ができるだけで偉そうに。社会に馴染めねえおめえみてえなやつはな、どんだけ頭が良くたって、どんだけ頑張ったって、所詮負け犬なんだよ。負け犬。うわ。なんだお前は。なんだ罪あってか。こいつのダチだ。ダチを悪く言うやつは、俺が許さねえ。お前、俺たちはエリートだぞ。大企業がバックについてんだ。俺たちに歯向かったらどうなるか分かってんのか。さあ、俺はあんたらと違ってバカだからよ。よく分かんねえわ。ま、てめえらみてえなクズを雇ってるような見る目のねえ会社、どうせすぐ潰れんだろ。敵に回したところで怖くもなんともねえよ。春日さんの方がすごい企業の社長だからな。今となっちゃう。この野郎、てめえに社会の厳しさ教えてやるよ。まあ、これはパパってやっちゃいますね。はい、ありがとうございます。もう終わりか、エリートさんよ。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。な、許してくれよ。そうだ、お前まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。な、君みたいなクズを雇ってるような見る目がない会社、どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。イカリ、くそ。逃げるぞ。おい。いいフレーズだったからね、使わせてもらったよ。ありがとう、春日君、助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。君は最初はただのアホだと思っていたけれど、本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。これはお礼の印だ。受け取っておいてくれ。これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。僕が僕を信じないとダメだよね。いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだ。一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。うちの会社が。最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしく。いや、その、あの、あ、君も一緒に受けるかい。確かに春日君は貧乏そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。それ俺の会社は、社長は俺なんだけど。今までのプレーをお許しください。長いものに巻かれていくタイプね。何とぞ私を、靴を舐めましょうか。靴を舐めましょう。何、やめとけ。普通にしてくれって。だが、そ
んなことやってるから落ちるんだぞ、お前は。クズ社会の負け犬お似合いだよ。途中まで良かったのによ。SR か。使わねえな、正直。今となっちゃう。なるほど、こんなもんですね。はい、じゃあまた行きましょう。あるな、サブ。おう。チャオさん、また来たぜ。お前か。俺のような裏の人間と平気で関われる。お前のメンタルは大したものだな。そうか？ヤクザもそうだが、裏の世界の人間でも俺と関わることを避ける奴がほとんどだ。本能的に危険を感じ取るんだろう。まあ確かに危ねえ雰囲気はあるけどよ。俺は大丈夫さ。伊達にいくつも修羅場くぐっちゃいねえよ。お前はいい客だ。お前に死なれたらこちらも売り上げが落ちて困る。殺されそうになったら俺を呼べ。助立ちできたらしてやる。まあ金は取るけどな。そいつは百人力だぜ。これからも持ちつ持たれつで行こうや。よろしくな、チャウさん。これデリヘルか、もしかして。伝説の裏吹き屋エンド。デリヘルか。ああ、そうなんだ。これやってなかった、そういえば。よかった、行っといて。じゃあまた行きましょう。どうも。イロハにバラの花束を5つ渡す。イロハちゃん、これ。ありがとう。ええー、カスガさん、本当にいいの？すっごい嬉しいよ。ありがとう。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。世話になった覚えねえけどな。夜のお世話してもらってんの？やめとけよ。距離がさらに近づいた気がする。気に入ってもらえてよかった。まあ、さらに近づけんの？なあ。ちょっと話してもいいかな？カスガさんとならいつでも OK よ。この野郎やってんな、お前。そういや、イロハちゃんバラが好きなんだよな。今でも好きなのか？そう。もちろんこの前もらったのも嬉しかった。もっともっと欲しいくらいだわ。こいつ。いらねえだろ、そんなに。次10個か。なるほど。はい、じゃあバラの花束。10個用意したんで、渡していきましょう。いろはちゃん、これ。ありがとう。わあ、こんなに、すごく嬉しい。本当にいつもありがとう。カサカさん大好き。バカな女だな。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。いろはちゃんとの完璧な関係性が築けた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。完璧な関係性。春日さん、あら、秘密のチャット。なんだい？ここじゃちょっと。え？ちょっと二人きりで話したくて。なんだって？いい？ああ、もちろん。じゃあちょっと上にでも行くか。こんなところで話ってなんだ？の、春日さん。いろはちゃん。ごめん。私も耐えられない。な、何に？春日さんと普通のお客さんと店員の関係でいることにもう耐えられないの。そのなんで俺なんかのことは。字幕が邪魔だな。字幕が邪魔だな。私に楽しい話をたくさんしてくれるじゃない。その会話を聞く中で人柄っていうか春日さんの魅力がどんどん伝わってきて、いつの間にか好きになっちゃったの。ちょれえな、バラの花束で。でも好きになったらどんどん春日さんの話を聞くたびに悔しくなってきちゃって。悔しく？うん。だって春日さんの話の中に出てくるのはいつも足立さんとか仲間のみんなばっかりで、私は出てこないんだもの。それがとっても悔しくて。いろはちゃん、お願い春日さん、今日はパーティーじゃなくて私と二人きりでチャットしてくれない？チャット？そう、二人だけの。
アリチャットパーリなんだよこれしょうもねえ。わーおどうしたどうした、抜け殻見たくなってんぞ春日。がらずに済みそう。だって私と春日さんはパーティー以上の関係にあら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 、そうだな。これからもいろいろなお話聞かせてね春日さん。ね、ああもちろんだ。これからもそのよろしくね、いろはちゃん。はい。ふう、いろはちゃんと良き関係になってしまったな。おお、春日、何やってんだこんなとこで。おお、あ、足立さん、な、何もやってないよ。うん、何でもないです。ん、変な春日だな。秘密のチャットエンド。なるほど、エリちゃんはどうしたんだ春日。会社経営で柳いろはが、ああ、雇用可能になったな、なるほど。ダメだぞ、浮気は。はい、じゃあですね、蝶の絆イベントもちょっと聞けるので、これも聞いちゃいましょう。春日くん、ちょうどいいや、待ってたんだよ。ん？なんだよ、何かあったのか。というわけで結論から言うとさ、偉人町にマブチが舞い戻ってきたってこと。は？マジか。だってあいつ偉人町追放されたはずだろ。ね、困っちゃうよね。マブチのやつせっかく見逃してあげたのにさ。わざわざ偉人町に戻ってきたってことは、あいつハンピン・リューマンに返り咲く気か。どうかな、もうそんな力は残ってないはずだけど。手下はほとんどあいつの元から逃げてったし。じゃあまた近江連合を後ろ盾にしてるとか。今の真淵に近江がそこまでする利用価値はないかな。ん？じゃあよ、マブチが戻ってきたとこで別に大した脅威じゃねえのか。多分そういう状況だと思う。マブチはもうすっかり落ち目だよ。嬉しい？うん、人を笑う趣味はねえよ。とどめを刺しとこうぜ。人を笑う趣味はねえよだな。あいにく人の落ち目を笑う趣味はねえよ。慰めに行ってやる義理もねえけど。寛大だね。春日くんって時々ちょっとかっこいい。時々で悪かったね。ただ前にも言ったかもしれないけど、問題は孫悲さえ。なあ、小見汁を燃やした張本人の真淵が戻ってきて、何もしなかったら示しがつかねえもんな。そう、今は彼女がハンピン・リューマンのトップ。真淵が戻ってきたのを知ったら間違いなく彼女は真淵を殺すだろうな。で、お前はこの状況をどうしたいんだ。コミジュルが動く前にもう一度マブチを偉人町から追い出したい。見殺しにはしたくねえってことか。あんたを裏切ったやつなのに。ね、つくづく自分は甘い男だと思うよ。なんだかんだあいつのこと仲間だと思っちゃってる。もう仲間でも何でもない。自分を殺そうとさえ思っている天敵なのにね。甘い男でいいじゃねえか。俺はそういう男の方が好きだぜ。なんだよ、ちょっとやっぱり人間くせんだな。ちゃんと人間なんだなお前。春日くん、僕を何だと思ってたんだい。失礼な人だね。だがコミジュルより先に動くとしたら、そうのんびりもしてられねえな。もしマブチの居場所が分かったらすぐに動かねえと。俺でよかったら手貸すから行ってくれよな。春日君、ありがと
お人よしだね、君は。お人よしは嫌いか？いや、嫌いじゃない。むしろ好きだね。ならよかった。蝶の絆がさらに強くなったと。占い師解体や選択可能。蝶もあと一個だね。OK。じゃあ行きましょう。はい、行きました。何か。じゃあね、今回リリカを抱いていきたいと思います。リリカにパンジーの花束を渡す。リリカちゃん、これ。パンジーの花束を渡した。ありがとうございます。え、私にですか？ありがとうございます。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。うん、まだちょっと引いちゃってんな。うん。ご用ですか？でも、雑談。リーカンちゃん、ちょっと話してもいいかな。はい。春日さんなら、まあいいですよ。そういや、リリカちゃん、パンジーが好きだったよな。はい、まだ覚えていたんですか？うん、さっきのことだからな。落ち着くんだ、飾ると。パンジーの花束渡せばまた喜んでくれるかもしれないな。今度は5つくらい渡してやろう。はい、渡す。もちろん、用意済み。ありがとうございます。こんなにたくさん。いいんですか、春日さん。嬉しい。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぞ。半順儀後ろでやめろ、シャドウ。邪魔。ああ、さらに近づいた。で？何でしょう？雑談。ちょっと話してもいいかな？はい。そういや、リリカちゃん、パンジーが好きなんだよな。今でも好きなのか？大好きです。自分でも買おうと思うんですが、結構高くてなかなか、たくさんのパンジーを飾りたいんですけどね。パンジーの花束を渡せば、また喜んでくれるかもしれないな。今度は10個くらい渡してやろう。10個渡そう。ありがとうございます。わあ、こんなに可愛い。本当にありがとうございます、春日さん。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。全部同じ返しだよ、お前。完璧な関係性が築けた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。ということは、もう一度話すと。春日さん。あれ？お疲れ様でした。ちょっとリリカと、あれしてこよう。言いそうになった、危ねえ。春日さん。おお、リリカちゃんじゃねえか。休憩か？はい。ちょっと外の空気でも吸おうかと。もしよろしければ付き合ってもらえません？え？俺？本当の君、サブストーリー51。はい。たまには二人で話したいし。ダメですか？そんなことねえよ。大歓迎さ。よかった。誰でもいいんだな、春日。春日さん、ついにうちで紹介できる全職種を経験されましたね。なあ、一度きりの人生、いろいろと挑戦してみたくてな。面倒かけてすまねえな。面倒なんてそんな。仕事ですので。でも本当にすごいことですよ。私が担当した方の中では少なくとも初めてです。そうなのか？まあでも別に褒められたことでもねえだろう。いえ、これは褒めるべきことですよ。私はその人の能力に合わせて職種を紹介しています。すべての職種を私が紹介し経験されたということは、それだけ人間的、能力的に優秀だという証拠です。本当か？リリカちゃんにそう言ってもらえるとマジで嬉しいな。ん？なぜですか？だってよ、リリカちゃんお世辞も嘘も絶対言わない人間じゃねえか。そんな人がすげえって言ってくれたってことは本当にすげえってことだろ。だから嬉しいのさ。春日さん、リリカちゃんはたとえ言いにくいようなことでも事実だったらズバッと言ってくれる。俺もここに通いたての頃は
いろいろきついことも言われたしな。すみません。いや、俺はそれにすごく感謝してるんだ。リリカちゃんのおかげで、夢見がちで世間知らずだった俺は現実に向き合うことができた。だからこそ自分の能力や経歴を見つめ直して、自分を磨き直そうって気になれたんだ。あそこで甘やかされたままだったら、ずっと夢見がちなだけのバカで終わってたと思う。感謝してるぜ、春日さん。ありがとう。私、仕事では結構きつく当たることが多いので、感謝されることってほとんどないんです。まあ、ひどい言葉を吐かれるのには慣れてますけどね。だからそんな風に思ってくれてるの春日さんくらいだと思いますよ。そうか、みんな感謝してると思うけどな。言葉にしないだけだろう。え？確かに愛想笑いを浮かべてお世辞言ってた方が一時的な客受けはいいかもしれねえけどよ、甘やかしたところでそいつの人生が好転するかといったらそうじゃねえ。本当にそいつの将来や生活のことを考えてるからこそ、リリカちゃんは俺らに厳しく接してくれてるんだろ。辛い目にあっても、嫌なことを言われても、心を鬼にして俺たちを現実に向き合わせようとしてくれてる。リリカちゃんは最高の仕事をしてくれてる。みんなを代表して言わせてもらうよ。本当ありがとうな、春日さん。あら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 ら本当の思いを春日さんに分かってもらえてすっごく嬉しいよ、リリカちゃん。オフ。春日さん、オフ。もう少し二人でいさせて。個室行こうか、個室。春日さんには、春日さんだけには本当の私を見てほしい。本当のリリカちゃん。うん、本当のわたし。リリカちゃん。わお。ここで果てん。え、ここで外で。素敵な時間ありがとう。え、春日さん、なあ、こちらこそ。こちらこそじゃねえよ。一応言っておきますけど、春日さんだからですから、誰にでもこんなことする人間じゃないんです。誤解しないでくださいね。もちろん分かってるさ、嘘をつかない。それ誰とでもしてんだろお前が言うな。誰とでもしてるお前が言うんじゃねえよ。カスガ、春日さんが分かってくれてる。それが私の一番の原動力なんですから。ねえ。それじゃ。もうハートマークついちゃってんじゃん。たくさん転職して本当に良かった。ハーレムや、ハーレム。カスガこいつダメだな。ふうじゃねえよ。本当の君エンド。あー、リーコ雇用家のヘッドハンティング、ハローワーク行く必要ねえけどな、カスが。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きました。ここあんまり来たことないかもしれないけど、ロマン製作所ってところで、ここにスミレっていう女がいて、ここも雑談できるんですよね。うん、スミレちゃんちょっと話してもいいか。
ちょっとね、ボーイッシュな口調なんだよね。え、いいっすよ。そうか、すみれちゃんは盆栽が好きなんだな。そうなんすよ。芸が細かくてめっちゃ良くないですか、盆栽。盆栽を渡せば喜んでくれるかもしれないな。あれができるかもしれないな、盆栽を渡す。これ。盆栽を渡した。マジっすか、超活かした盆栽じゃないですか。ありがとうございます、春日さん。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。全部その手口だな、お前、本当に。すみれちゃんとの距離が近づいた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。春日さん、今日は何の様子か？すみれと雑談する。ちょっと話してもいいかな？はい。もちろんいいっすよ。そういや、すみれちゃんは盆栽が好きなんだよな。そうなんです。めっちゃかっこいいっす。いくらでも欲しいっす。盆栽を渡せばまた喜んでくれるかもしれないな。今度5つくらい渡してやろう。はい、もちろん用意済みです。わあ、こんなにいいんすか？めっちゃ嬉しいっす。盆栽最高。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。すみれちゃんとの距離がさらに近づいて気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。雑談する。ちょっと話してもいいかな？大歓迎っすよ。もう完全に心開いてんな。心開いたらもう開くからな。うん。すみれちゃんは盆栽、まだ好きなんだよな。ええ、この前たくさんいただいてめっちゃ嬉しかったな。もっと欲しいくらい。盆栽渡せばまた喜んでくれるかもしれないな。今度は10個くらい渡してやろう。すみれちゃんこれ。ありがとうございます。いいんすかこんなに。めっちゃ嬉しい。春日さん最高っす。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。すみれちゃんとの完璧な関係性が築けた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。ああ、OK か。はい。これで多分ちょっと離れたら。OK、来た。よ、すみれ。工場は順調か。帰ろうとして戻るのおかしいけどな、また。守りたいもの。春日さん。おかげさまで。実は、この設備のおかげで、今まで受け負わなかった大口の仕事を任せてもらえることになったんすよ。マジか？すげえじゃねえか。それもこれも、春日さんのおかげっす。俺じゃねえ。ちゃんと腕を磨いて、工場の仕事に向き合ったスミレの実力だ。実は、それ以外にも春日さんに伝えたいことが。ん？何だ？おい、誰かいないのか？その声は。ん？親父。ね？親父さん？って、設備売り払って、この工場をほっぽり出したっていう。はい。ああ、すみれ。久しぶりだな。ちょっと見ない間に結構いい女になったじゃねえか。一体何しに？おいおい、せっかく父さんが帰宅したってのにかけてくれる一言目がそれかよ。親不孝な娘だよな、お前はさ。あ？なんだスミレ、工場に男連れ込んでんのか？こんなもじゃもじゃ趣味だっけ？違う、春日さんはそんなんじゃ。まあお前がどんな男と付き合おうが知ったこっちゃねえや。そもそもお前には用はねえしな。じゃあ何しに来たんだよ。決まってるだろ、この工場売り払うためさ。はあ？ほうほう、最新鋭の機材が揃ってると聞いていましたが、本当だったとは。これは工場丸ごと高く売れますよ。そうだろ、頑張って買い揃えたうちの自慢の機材なんだ。それは春日さんが買ってくれたもの、あんたのもんじゃねえ。ほう、男に貢がせて悪い女だな。まあどうやって入手したかなんて知ったこっちゃねえや。さあバカはほっといて、どうぞどうぞ。
どういうつもりだ。そこをどけ。どかない。この工場は私の宝物だ。絶対にあんたなんかに渡さない。そうか。育て方を間違えたな。なれ！父親に盾つくとこうなるんだよ、バーカ。おい、あ？春日さん！なんだてめえ、殺されてんのか？悪いな。人の家庭事情にあんまり口出したかねえんだけどよ。目の前で女殴られて黙ってられるほど大人じゃねえんだよ。ふざけやがって、ぶち殺してやる。よし、じゃあ娘の前で親父ボッコボコにしてやるか。はい、オッケー。強さだ。凄腕のあんたの娘のおかげだよ。もしこの工場を力ずくで奪いたいんなら、娘より腕のいい技師に俺よりすげえ武器でも作ってもらうんだな。まあそんな技師そうそう見つからねえと思うけどよ。春日さん、ちくしょう、引き上げるぞ。はあ、大丈夫か、スミレ。ああ春日さん、ありがとう。私とこの工場を守ってくれて。スミレ。春日さん、お願い。今までの恩を返させてください。何で？大好き。わーお。今度倒れてない。なんつうか、やっぱり手が器用だ。手が器用だなって意味深な発言すな。なんだ手が器用って、アホ。春日さんも。意外と受け身なんすね。やかましいわ。そうかな。なんだ手書きよって。やめろ。今日はありがとうございました。これからもずっと私と工場をよろしくお願いしますね。おう、もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。うっす。守りたいものエンド。なるほど、スミレは手がうまいんだな。はい、こんな感じですね。こんな感じでやめといて、もう次回は行きましょう。ミレニアムタワーに最終決戦ですね。はい、行きましょう。で、その終わった後に残りのサブストーリーとか、あともう一人抱いてねえ女いるから、そいつも抱いちゃいましょう。はい、ありがとうございました。ではまた。